キリスト教東方教会聖教会、ポーランド聖教会、ポーランド聖教会は、世界の聖教会とフルコミュニオンにある独立聖教会の一つである。同教会は、第一次世界大戦後に、ポーランドが独立を回復した際、東部在住のポーランド人、ウクライナ人、ベラルーシ人の聖教徒を管轄するために1924年に設立された。 聖教会は一カ国に一つの教会組織を備えることが原則だが、これら各国ごとの聖教会が異なる教義を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。19世紀以来はアルシャワのサスキオ、宮前中央広場にあったアレクサンドルネフスキー大聖堂。後1924年から1926年にかけて爆破解体された。独立教会の設立は、 ポーランドソビエトリガ平和条約によって、旧ロシア帝国西部の領土が大量にポーランドに帰属した後で着手された。政教は西ベラルーシとウクライナのボルイーニ地方に広がっていた。教会の結びつきがロシア政教会に対するソ連政府による弾圧によって失われたことで、一時的に新品には同様が起こったが、コンスタンディヌーポリ前治総主教長は、 旧ロシア帝国の医療に成立した新興諸国地域におけるいくつかの自治、正教会設立に着手していく中で、1924年にポーランド独立正教会の設立を認可した。こうした動きが行われていたのに対し、ポーランド政府は教会と新品に対して厳しい制限を課した。1795年のポーランド分割と1830年から1831年に、 かけての11月放棄の記憶が代々語り継がれ、さらには1863年の1月放棄と1919 19年から1921年に、かけてのポーランドソビエット戦争の記憶が、まざまざとポーランドに残っていた。ロシア帝国が革命でソ連となって、以降、無心論を標榜して、正教会への弾圧をはじめ、ロシア民族主義もソ連体制によって否定されていたが、 これとは関係なく、ポーランド人のロシア人やロシア文化に対する不信感や嫌悪感は根強く、正教会に対する否定的感情も強かった。代表的な例として、国会決議でアレクサンドルネフスキー大聖堂の解体が決定され、1924年から1926年にかけて大聖堂は爆破解体されたことが挙げられる。 ワルシャワ市内の他の聖教会の制度については、ポーランド独立以来市内のロシア人住民がほとんどいなくなったため、その数が大幅に減少した、聖教徒が方針礼を行えるように2カ所の聖堂のみが、教会施設として保存維持されることとなったが、残りは解体された。同様の運動は他の地域にも広がり、ボルイニ地方では全部で190の聖教会の、 聖堂が解体され、さらに150の聖堂がカトリック教会のものに転用された。正教会の生信女終身ポチャイフ大衆動員に対する法廷弔問も幾度か開催された。第二次世界大戦後、民族的にはウクライナ人、ベラルーシ人が多い地域はソ連に編入されたが、そこにはポーランド正教会の教会、集会の80%が含まれていた。 これらは復活した、モスクワ総主教庁に新たに編入された。残りの教会はなお、ヘウムとビアウィストク周辺の最東部を含む、ポーランド共和国領内で、ポーランド正教会の干渉下に維持されることとなった。1948年、ロシア正教会もポーランド正教会に、独立正教会としての地位を認めた。ウッチにあるアレクサンドル・ネフスキー大聖堂。 ポーランド制教会は、ワルシャワ不主教によって干渉される。また、6つの主教区が存在する。教会の大半は、東部の国境地帯付近に集中しており、相当な数に上るマイノリティである、ベラルーシ人とウクライナ人が参加している。全体として、大体40万人ほどの信徒がいる。現在、教会は、不主教サーによって干渉されている。2002年に、 ポーランド聖教会の聖、ドは、ヘウムとポドラシエで1940年代に致命した、新致命者たちを劣勢した。ありがとうございます。